今日はレッスン数を増やした割に期待した成長が感じられず悩んでいる人たちへ、また上手くなるためにレッスン数を増やそうと考えている方たち、本気でバレエを上手くなりたい人は知っておかなくてはいけない大切な事実をお話しします。タイトルの通り、今日のお題は週1回のレッスンを週4回にすれば成長は 15.75 倍にできるです。レッスン週1から週4にしたら4倍でしょってお思いのあなた、そう4倍にもできますが、ある一つのことを守れば 15.75 倍は簡単にいきます。今日はきっちり数字で証明しながらその方法をお伝えします。数字苦手な人もね、ついてきてください。分かりやすく簡単に考えていきます。例えば週1回レッスンを受けている子がいたとします。そして1回のレッスンでいつも1つ新しい注意をされるとします。1回目のレッスンで1つ新しいことを習う。2回目のレッスンでまた1つ。3回目のレッスンでまた1つ。4回目でまた1つ。と続けていくと、4回レッスンを受けると4つ新しいことを習ったことになります。週2回の子だと同じ1ヶ月でも合計8回レッスンなので、習ったことも8個になります。ほら2倍じゃんってね、思った人焦らないでください。ここからです。バレエは例えば新しい漢字を一つずつ覚えていくのとは違います。教わったことを気にして注意しながらね、気にしてレッスンしていくと少しずつ時間をかけて身についていったり、日に日に磨きがかかっていったりします。だから1回目は1つ、2回目はまた新しいの1つではなくて、1回目は1つ、2回目は今日習ったこと1つと前回習ったこと1つ、合計2つを意識してレッスンできるかがポイントになります。ということは3回目のレッスンは今日その日にね、習ったことと前回習ったことと前々回習ったこと、その合計3つを気にしてレッスンできるはずです。つまり1回目のレッスンは課題が1つ、2回目のレッスンは課題が2つ、3回目のレッスンは課題が3つ、4回目は4つ。何個習ったかではなくて、何個気にしてレッスンできたかが大切で、課題を気にしてレッスンした分が成長するようになっていきます。つまり毎回言われたことしかやらない子は、1回のレッスンで1つ、4回のレッスンで4個課題と向き合います。ところが今まで習ったことを大切にして思い出してレッスンしている子は、レッスンのたびに課題が1つ、2つ、3つ、4つと足されていくので、4回のレッスンで合計10個の課題と向き合ってレッスンができます。ここからは1年でね、どのぐらいの差になるかはっきり計算していきます。週1回の子が月に4回ね、レッスンがあるとすると、1年で合計48回レッスンをします。まあ夏休みとかね、そういうのは除いてです。その日1個習う子が言われたことしかしないレッスンでも毎回1つずつ、ね、1年で48個の課題と向き合います。ところが今まで習ったことを大切にしてレッスンしている子は、1回目のレッスンは1つでも、2回目は1回目のレッスンで習ったことと今日習ったことで2つ、3回目は1回目と2回目と今日の分で3つ、4回目は4つ、5回目は5つと課題が増えていきます。これを週1で48回まで続けると、48回目のレッスンでは48個の課題と向き合っています。その1回目のレッスンから48回目のレッスンまでを足すと、1+2+3+4+5+ って続いて 47+48+ イコールとなり、これは 49×24 で解くことができます。まあ、分かりやすくだと、48+1×48÷2 です。そう、そして答えは1176になります。比べてみましょう。週1回のレッスンでも1日1つ新しいことを習って、言われたことしかしなければ1年で48個、前回言われたこと、前々回言われたことをきちんと覚えてね、気にしてレッスンを続けていく子は1年で1176個になります。48個か1176個か、これだけでまず 24.5 倍成長します。習ったことを忘れずに帰ってちゃんと次のレッスンで思い出しながらレッスンすることがいかに大切かがね分かると思います。さっき計算した通り言われたことをね忘れずにレッスンしている週1回の子だと1年で1176個課題と向き合ったことが分かったと思います。では週4の子だとどうでしょうか。計算してみましょう。週4の子は月に4週あるとして4回 ×4 週、ね、イコール月16回。それが12ヶ月あるので 16×12 で1年に192回レッスンします。そして192回で毎回新しいことを習い、次のレッスンでも忘れずにレッスンできたと仮定すると、1回目で1つ、ね、2回目で2つ、3回目で3つ、4回目4つ、5回目5つとレッスン数だけ課題が増えていき、これが192回まで続くわけです。すると先ほどと同じ計算方法で 1+2+3+4+5+6+7 って続いてって192まで足してった数字です。これは括弧 192+1× 括弧 192÷2 で答えが出ます。答えは 18,528 です。さあまとめていきます。週1の子がその日言われたことしかしないレッスンだと1年で48成長。週1の子が今まで習ったことをちゃんと覚えてね思い出してレッスンしていけると1年で1176個。そして同じ今まで習ったことを大切にしながらレッスンできている子が週4レッスンしていくと1年で 18,528 成長します。1175から18,528はタイトルの通り 15.75 倍です。余談ですが言われたことしかやらない週1回48と今まで習ったことを大切にしてレッスンしていける週 418,528 だとその差は386倍です。まあねこれはもちろん単純計算なので細かくね教えてくれる先生に習っていれば1日1つ以上ね教わることはいくらでもあるだろうし、もちろん課題がどんどん増えていっても絶対に1つも忘れないでレッスンできるとは限らないし、またバレエはね1年以上続けることも多いと思うのでそうなってくるともっと多いですし、環境によってはね自習たくさんできるっていう子もいると思うし、また習ったことをね応用していく方法を習っている子たちならさらにねもっと成長することもできると思います。僕のレッスンをよく受けている子たちは耳にタコができるぐらい言われてると思うけど、この動画をね通して言いたいことはレッスン数は確かに大事です。でもレッスン数で解決するより言われたことを忘れないで次の日もその次の日のレッスンも大切にしていくこと、そしてできれば習ったことを応用していくこと、これをしっかりやっていればまだまだ何倍も何十倍も多く成長していける可能性があるということです。レッスン数動く量だけ増やして怪我のリスクだけ増えて成長はあまりしない、そんなことにならないように1回のレッスンで誰よりも成長できるように意識して毎回レッスンをしてみましょう。バレエの世界はとても厳しいのは確かですが、だからといって一回言われてできなきゃダメよあの子は才能がないなんて言って生徒の未来にね期待してくれない先生ではなくて、生徒の可能性に期待して何度でも何度でも注意してくれてどんどん新しいことを教えてくれて、踊り方だけじゃなくてねより効率よく成長するレッスンの受け方やねコツを教えてくれる先生に、とにかくね上手くなりたいっていう人はそういう先生から学んでほしいと思います。そして生徒たちは先生にね注意されること、指導されること、時にはね厳しく言われることも自分がね上手くなるチャンスであってとてもありがたいことだというのを忘れないでください。いろんなね先生がいると思うけど、ただやみくもにね厳しいのか愛情がねあるからこその厳しさなのかはしっかり自分の目でね見極めてください。うちの生徒だけじゃなくてバレエとまっすぐ向き合っている生徒たちや子どもたちが少しでもさらに成長していくことを僭越ながら願って応援しています。このチャンネルでは成長にも役立つレッスン動画、勉強にもなるバレエクイズ動画、その他本番やリハーサルの動画、技の動画、Vlog や遊びの動画も上げているので、もしよかったら他の動画も覗いていってください。そしてチャンネル登録、グッドボタンやコメントもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは次回。じゃあまたね。